フリーダムボックスとは、フリーソフトウェアで動作する分散型の、ソーシャルネットワーク、電子メール、VOIP 向け個人用サーバを開発、設計し、そして推進する、コミュニティプロジェクトである。このプロジェクトは2010年2月2日、ニューヨークの遺族の会合にて、エベン・モグレンにより発表された。それから1年後、2011年2月4日にモグレンは、 フリーダムボックスファンデーションという本プロジェクトの中核となる組織を立ち上げた。2011年2月18日、当組織はクラウドファンディングサービスを手掛けるキックスターターを利用し30日間で6万ドルを調達するキャンペーンを開始した。目標は2月22日の時点で達成し2011年3月19日、1007人の 支援者から86,724ドルもの資金を得てキャンペーンは終了した。当プロジェクトは現在、フリーダムボックスというものを次のように定義している。参考役、当プロジェクトは、個人の住居やオフィスに容易に設置できる、プラグコンピュータ上で稼働する、ソフトウェアスタックの開発を目標としている。 ハードウェアの非中央集権的な分散配置を推し進めることによりフリーダムボックスが圧政国家における日常を生活にちゃんとしたプライバシーを与え自由を守ることを求める人々のつながりを安全に保つということをプロジェクトは期待する。ありがとうございます。